突然ですが問題です。この映像は何のカメラで撮ったものでしょうか？正解は α7C2 でした。どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日はまたまた久々の、動画の撮影になるんですが、前回ですね α7C2 と α7IV の、スペックをね基準にした、比較をやっていったんですけども、まあ、もうですね α7C2 を使い始めてからだいたい1ヶ月ちょっとぐらい立つような状態になりまして、まあ、それを踏まえた上でいろいろ写真であったりだとか動画の撮影をしたんですね。で実際のそこの作例を見ながら皆さんにこの α7C2 がいいのか4がいいのかどっちがいいのかっていうところを踏まえて話していきたいと思います。もう早めに言っちゃいますと、結論ですね、画質ほぼ同じです。ただ α7C2 に関しては最新のオートフォーカスと携帯性を重視したいならおすすめになっていきます。反対に α7IV は高速撮影と安定性を重視したいならおすすめのカメラになります。なので自分にねどっちが合ってるのかなっていうのを少し考えてみてください。でまずなぜ、α7C2 が、いいのかっていうところ、そのねまずその AI ですね、オートフォーカスが AI を使用しているので、まあ、多様なね、被写体を検出することができるんですよ。昆虫であったり飛行機列車とか、動物、鳥とか、まあ、そういう風にねこう指定して撮影することができるっていうのは、まあ、素晴らしいところかなと思います。でやっぱり携帯性が 540g で、まあ、重たいレンズをねつける頻度っていうのが個人的にはすごい上がりました。今ここにねある α7C2 についているこのレンズはシグマの 85mmF1.4 のレンズになります。でこのレンズ、まあ、結構ねこのスペックに対してはコンパクトな方なんですけど、まあ、やっぱり 630g あるような形になります。で本体が 514g なんでだいたい 1150g ぐらいで、この組み合わせを使うことができるんですけど、まあ、確かに重たいんですけどギリギリ我慢できる重さに仕上がってるんですよね。やっぱりちょっと α7IV の時だとうわ重たいしなんか持ち運びもなんかしんどいなって思ってたんですけど、このね α7C2 だと軽さだけじゃなくてこの上がですねフラットになってるんですよね。こう覗き込むねビューファインダーっていうところがないので軍艦部がフラットな分バックにもちょっとスッと入りやすいっていう特性があります。なのでよりこうバックを大きいものを持ち歩かなくてもこう窮屈にね出し入れするときに感じなくなったので、そういったこうフットワークの軽さっていうのも関係しているかなと思います。そして α7IV、まあ、前回のねスペックの話でも言ったんですけど、やっぱりシャッタースピードが8000分の1秒で、かつね連続で1000枚以上の写真を撮ることができるので、やっぱりこう連写の撮影をしたい人に関しては α7IV がやっぱねどうしても動きの速い被写体とかには向いていると思います。でかつですね、安定性を重視したい人おすすめって言ったんですけど、まあ、どこがそもそも安定性があるのかっていうと、やっぱりカメラのこのグリップの部分ですね、グリップが大きいですし、かつやっぱりファインダーも大きいんですよね。やっぱ覗き込む時もちろん α7C2 でも結構ね見やすくはなってるんですけど、やっぱ α7IV の方がファインダーは見やすいなっていうふうに思いましたし、やっぱりダブルで入る SD カードのスロットとかもやっぱり安心につながります。であとはまあ個人的にね、まあ、これ安心かどうかは関係ないかもしれないんですけど、シャッター音めちゃくちゃ α7IV の方がいいです。撮ってる感めちゃくちゃ強いんで、まあ、そこはやっぱね α7IV いいなっていうふうに、まあ、やっぱこの情緒的な部分で感じました。そしてね、今回は写真そして動画の、実際に僕がこの1ヶ月半の間に撮影してきた、作例がありますので、そちらをご覧いただきたいと思います。そして今回、写真と映像の仕上げに使っているソフトウェアが、ディフェンサープロになります。今回プロモーションをいただいておりまして、簡単にね、貸し出しをしていただいております。なんでねこのソフトウェアに関しては、まあ、外部のプラグインを使ったこのフィルムエミュレーションっていう、まあ、いう技術を使って、まあ、写真だったり動画をねこうフィルムの世界に落とし込んだりだとか、まあ、場合によってはこうシネマティックな、ね、ものに仕上げてくれるというものなので、そちらもね合わせてご覧いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、ということでここからはディフェンサーライトルームプラグインを使って写真の編集をしていきたいと思います。写真の編集で、まず重要なのがライトルーム使っているっていうところなんですけど、このライトルームで読み込んだ写真を、ディフェンサーのね、プラグインをダウンロードしておくと、プラグインで編集することができるようになってきます。まあ、ちょっと設定がね事前に必要だったりはするんですが、この写真をですねコピーしてディフェンサーのプラグインの方で開いていきます。そうするとですね、先ほどの動画でもあったように、まあ、様々なねフィルムの色味を適用することができたりします。まあ、本当に種類が豊富なんですけど、まあ、本当写真と好みによってもう本当編集って全然変わっちゃうと思うので、まあ、単純に富士のカラーが好きとか、まあ、コダックの色味がね、まあ、いいとかっていうことであれば、それをねもう選択していただければ、もうそのまま反映されてくれるんじゃないかなと思います。で、個人的にこの写真に関してはもう一番最初にあったアドックスカラーインプロージョンの、まあ、100っていう、こっちの読み方が合ってるか分かんないですけど、まあ、このねプラグインのちょっとデメリットを挙げるとすると、やっぱどうしてもねこう英語が多いんですよね。なのでちょっと英語がねもう全くちょっと無理だっていう抵抗感がある人はちょっとやりづらいかもしれないです。ただね、まあ、なんとなくでもいじれば直感的に分かるんですけどね、こんな感じで。ただ結構ね振り幅が広いんで、ほんと色味だけ選んでライトルームに戻って編集してもいいんじゃないかなと思います。で、まあこうフィルムっぽいノイズを入れたりだとか、この多分ノイズとかもね調整できるんですよね、粗さとかそういうのも。ただあんまり個人的にノイズ入れない派なんで、まあ、ノイズはちょっと入れずに、まあこのまま、色味だけ仕上げて入れていきたいなと思います。で、元の写真これで適用するとこんな感じ。まあ青の色味が結構ね好きなんですよね、この写真に関しては。ここのこう薄暗い感じの色味をこのねアドックスのカラーに当てはめると、ちょっとこうなんつうんだろうな、ダークブルーじゃないですけどっていうところが出て、ちょっと好きなイメージに仕上がりました。で、これ OK を押すと、はい、こんな感じに、仕上がっているようなものになります。で、ここで例えばなんかこうね明瞭度をまあ、下げたりとかもできますし、まあ、逆にね上げてちょっとパキッとさせてあげたりだとか、あとはなんだろうね、コントラストをもうちょっと上げてあげるとか、最後の仕上がりをねあのライトルーム側でやってあげると、もうちょっとこう引き締まった写真になってくれるんじゃないかなっていう、気もします。まあどうでしょうね、まあ元々の表現でいきたいのであれば特にもういじんない方がいいのかなっていう気はするんですけど、まあ微妙にねポイントでいじってあげると、もうちょっと印象的な写真にも残せるんじゃないのかなっていう気はしてますね。うん、まあ、なんでまあそこは正直好みの部分なので、まあ、どこまで反映させるかはご自身で考えていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで簡単にねフィルムライクな写真に仕上げることができますので、ぜひともね参考になる方はこの動画を真似してみてください。はい、他の写真でも、こんな感じで山林の看板があるんですが、ここをですね、はい、ちょっとこうなんだろうねホラーチックな、ちょっとこう雰囲気のあるゲームの世界みたいな看板に仕上げることもできたりだとか、あとはこれもあの十分綺麗な、夕焼けの、まあ、サンセットのね写真になるんですけど、まあ、これをもうちょっとなんだろう、こう情緒的な写真に仕上げるというんですかね、なんかちょっとこう味のあるものに仕上げるってなってくると、まあこっちの元ね、こっちのすごい澄んでる写真もいいんですけど、ちょっとねこう崩しているなんか写真もなんかこう感情があるようなものに仕上げられるんじゃないかなと思いますので、まあこういうねあの写真のスタイルが好きな人にとっては、このプラグインめちゃくちゃ刺さるものなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。 α7C2 と α7-4 の作例をご覧いただきました。やっぱりね画質は個人的には、まあ、同じなんじゃないかなというふうには思うんですけど、やっぱりねこうオートフォーカスの性能っていうのが、まあ、個人的にはこう体感できるほど違いがあるなっていうふうに感じていて、やっぱりこう昆虫とか鳥とか撮るときはね結構ねこういうものを撮りたい人にはねめちゃくちゃ α7C2 のやっぱオートフォーカスシステムが優れているんじゃないかなと思います。
でかつ今回そのディフェンサープロっていうねソフトウェアを使って写真をグレーディングしたりだとかカラーグレーディングねしたりだとかやってみたんですけど、やっぱりこう普段ねあそこまでこう例えばこうコダックとか富士フイルムの色味とかっていうのを再現するのってやっぱ難しいんですよね、自分で編集したりするのって。やっぱりそれがこうワンクリックで簡単に再現できるっていうのはものすごくいいことかなと思いますし、やっぱりこうインスタグラムとか、まあ、そういうところでこうなんていうのかな、こう自分のプロフィールをなんかこう統一感を出したい人っていうのはその、まあ、プラグインを使って同じ色味に大体仕上げていく、同じフィルムのやつに仕上げていくだけで簡単に雰囲気が作れるようになると思うので、まあ、ちょっとねこうインスタグラムのフォロワー写真で増やしたいなとか思うこと、編集の力がちょっとあんまりついてなくてちょっと苦手だなとか、でもちょっとフィルムっぽいのをデジタルで撮りたいなとかって思ってる方にとっては素晴らしい、プラグインなんじゃないかなと思いますので、ぜひとも参考になった方はですね、今回、10% のプロモーションの、をいただいておりますので、僕のね、概要欄の方にあるリンクから、飛んで登録していただけますと、割引がございますので、ぜひともご興味のある方、お試し期間もおそらく多分1週間ぐらいは あるはずなので、もしね、試しでちょっと使ってみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも、そちらのお試し期間を、まずはやってみてから、購入していただくといいんじゃないかなと思います。そしてこのディフェンサープロはですね、スマホ版のアプリとかも用意があるので、まあ、ちょっとね、パソコンとか、でなんかこう、がっつり編集したいとかではなくて、気軽にね、スマホで編集したいっていう方に関してはそちらもおすすめになっていくと思います。あとはですね、やっぱりねこのディフェンサープロのいいところ、特にこのパソコン版のものに関しては買い切り版っていうものがあるっていうのがいいと思いました。例えばなんかこう毎月ね毎年払っていくのとどうしてもねこうコストが結構かかっちゃうと思うんですけど、そこはねやっぱりこう買い切りっていうところがあると、やっぱこの使っていく中で仕事にしていきたいってなった時にこうフィルムっぽい仕上げにしてほしいですっていう要望にも応えられるんじゃないかなと思いますので、やっぱりそこ買い切りがあるっていうところは僕はポイントなんじゃないかなと思います。ということで、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひともですね、興味のある方などは、実使用についてもコメントなど、必要であれば聞いていただくと答えて いきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。